おはようございます。やんちゃです。2023年12月2日土曜日の朝です。よいしょ。タイマー15分。よいしょ。15分のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。運動ほい、やりますか。よいしょ。タイマー4分。はい、お願いしますと。今日の天気は晴れ時々曇り。はい、いいですね。最高気温12度。ちょうど今10度ですか。寒いですね。でもまあ日が当たってればそこまで気にならないか。で、明日が15度。ちょっとだけ上がりますかね。はい、向こう 1,2 週間で今日が一番寒い日っぽい。なるほど。はい、じゃあ朝刊見ますか。今日の朝刊は出生率 1.8%、 全国の 5%。 ほう。政府目標実現、15年から半減。2015年から少子化対策で重視する希望出生率 1.8 を2022年度は、92市町村が実現した。なるほどね。全市区町村の 5%。 なるほどな。減ってるんだこれが、2015年と比べて。はい、日本全体で出生率が下げ止まらない中、高水準を保ち続ける自治体は立地企業との連携や宅地開発、教育拡充などにより子育て世帯が暮らしやすい環境を整えている。まあ、そうなんですよね。あの、結局子育て世帯が入居できるような箱がないと入居できないですもんね。はあ、まあでもそれは自治体単位の話であって全体としてはあんま関係ないですよね。子育て世帯はどっかしらには住まなきゃいけないわけだから。そう、だから子育て世帯の奪い合いをしたところで全体の数字は上がらないわけですよね。そこなんだよな。だから自治体ごとに頑張ってねっていうのは、他の自治体から子育て世帯を持ってきてねっていう話になると総量が変わらんじゃんっていう。はあ、まあでもその競争の中で子育て世帯が暮らしやすい環境がいろんなところで、まあ、整ってきて、その結果全体も上がるっていう、まあ、そういう立て付けならわからんでもないか。はい、半固体電池2025年にも供給。これは何、あの全固体電池とはまた別。はあ、なるほど。はい、ここ数日言ってるやつですかね。伊藤忠商事やフォルクスワーゲンが出資するアメリカのスタートアップが売るらしい。なるほど。へえ、大変そう。あと何かな。あ、後期高齢者の医療費窓口負担2割に上げ案。マジか。わしが後期高齢者になる頃には3割になってそうだな。はあ、大変そう。あと何かな。インド資金技術支援訴え、グローバルサウス代弁、先進国に。気候変動に関して。なるほど。はいはい、過去に犯した過ちの代償を払っている。それで CO2 を減らしていると言いたいわけですね。だから先進国も恩恵に預かった分コストを支払えと。ぐえ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 。4分きつい。しわしゅ。はい、そしてけん玉、よし、やりますか。けん玉検定グロケンアドバンス3級の練習。あ、失敗した。昨日ひどかったな。
昨日の剣玉マジでひどかった。なんか二日酔い二日酔いの状態で結構剣玉のパフォーマンスが下がるということが分かりましたね。8910、お、よいしょ、あれまたなんか膝を使うのをサボっている。はい、よいしょ、ちゃんとやろう。4、5、6、7、8、9、10、よいしょと、ほダメかよいしょ、ほ、よし、そういうこと。はい、こうしてエイムが良くない、はあ、よし、はいはい、よっと、はいはい、じゃあ集中しよう。集中して剣先を自分の体の一部であるかのように拡張するイメージよっと、はい、そういうことですね。ふう、よし、振り剣、よいしょ、危ねえいけましたね。よっと、よっと、はい、世界一周。そしてほう、よっと、救い剣、はい、一発成功。へえ、あと何、よっと、逆落とし、うん、うわー、ずれちゃった。上げる瞬間に軸がずれましたね。へー、よっと、なんか乾燥してくるとこの玉の表面がサラサラになって灯台が失敗しやすくなる。ほう、惜しい。よいしょ。湿度によって成功率変わんのやばいね。そういう違いが分かってきた。はい、逆落とし。あと何、一応ダウンスパイクをやるか。よっと、惜しい。ほ、うん、玉コンが難しいよっと、ほ、はい、こんな感じかな。ちょっと不格好でしたか。ほ、はい、こんな感じですかね。さてと、カシャ、ふう、やれやれ。おはようございますということで始まりましたが、連日なんかお酒を飲んでてただ昨日お酒は飲みましたが、かなり控えはしましたんで、翌日まで残ってはいないんですけど、アルコールが残ってないだけでなんか疲労感はすごいですね連日お酒を飲むみたいなのってルビー会議とかルビーワールドカンファレンスとか、そういうカンファレンスの時連日飲むぐらいで、あんまないですよね。だからこの12月の忘年会シーズンはそういう意味では1年のうちでは連日飲む機会に恵まれる月なのかもしれませんねというわけで、昨日何の飲み会に行ってたかっていうと、あの町屋さん生誕祭っていうのに行ったんですよなんだそれっていう感じだと思うんですけど、まあ、昨日も軽く説明したと思うんですけど、秋葉原にあるメイド喫茶ジャム秋葉原っていうのがあるんですよ。18周年かな今年で、来年19周年とかだと思うんですけど、いや今年19かな、忘れた。2004年からあるから来年20周年じゃないかな。はい、ジャム秋葉原っていうメイド喫茶で、あの常連のマチャさんという人がいてですね、まあ、その人が毎年のようにジャム秋葉原をこの11月末から12
2月の頭にかけてですね、どこかの日でですね、貸し切りをして自分の生誕祭を開くっていうそういうことをしていてですね、私多分1回だけ前に行ったことあったと思うんですけど、今回ですね、改めてまた行ったということですよ。はい、一昨日やんちゃクラブ忘年会をやってた時に、前の方の席にですね、マチャさんがいてですね、明日生誕ですよねっていう声かけをして、あ、そうなんですよ、ぜひ来てくださいみたいなやり取りがあったから、まあ、じゃあ行くかと思って行ったんですよ。もうね、多分15年ぐらいの付き合いではあるそのジャム秋葉原っていうコミュニティなんですよね。結構その緩いウィークタイドウィークタイかウィークタイなんですよ、ジャム秋葉原コミュニティっていうのがね。ウィークタイとはいえ、昨日のその抹茶三生誕祭は25人ぐらい人が来てて、すごいワイワイしててよかったですよ。まあなんかいわゆるオードブル的なやつが出てきて、で飲み物はなんかみんなが持ち込んだ日本酒とかが置いてあって、でさらにバーカウンターに行くと店の飲み物も飲み放題というスタイル。いや、いいですね。なんか25人集めると貸し切りができるらしい1人5000円で、はい。なのでちょっと来年25人集まるやんちゃクラブコミュニティってお願いして回れば来てくれる人もいるかもしれんが、やんちゃクラブコミュニティ25人ならギリなんとかなるような気がするんだが、はあ、ちょっと来年貸し切りを視野に入れてちょっと動きたいですね。はあ、わしもやりたい、はあ、やんちゃクラブ忘年会は忘年会でやって、誕生日会もやる。わし12月18日が誕生日なんですけど、でも12月18日ってもう完全に忘年会の季節と被ってますよね。だからなんか人を呼ぶのに、いやちょっと他の忘年会があってとかなるから、やっぱりあれかな、11月の29日とかに、そう30日だとフィオブとかと被るからフィヨルドブートキャンプっていうプログラミング言語 Ruby を使ったウェブアプリケーションフレームワーク Rails、 Ruby on Rails を使ってウェブアプリケーション開発をする技術をこう0から100まで教えてくれるという、何ですか、プログラミングスクールがあるんですけど、プログラミングスクールって言うとちょっとなんて言うんですか、プログラミングだけ教えてるみたいで多分実態に即してないと思うんですけど、もっとその開発のイロハですね、開発ノウハウをちゃんと叩き込んでくれるところなので、職業訓練校ですよねプロフェッショナル育成スクールといった方がなんかしっくりくる気がするけど、まあそういうスクールがあるんですけど、そのスクールの人が忘年会って12月にやると他の忘年会と被ってきてくれる人減るから11月末にやるのがいいよねって言ってるのを聞いてパクったのがやんちゃクラブ忘年会の11月30なんですけど、まあそれのせいで、そのわしがパクったせいで昨日、一昨日か、一昨日の11月30日はフィオブのなんか忘年会と被ってしまったので、ちょっとずらしに行った方がいいかなという気がしてきましたね。はい、やんちゃクラブコミュニティとなんかフィヨルドブートキャンプコミュニティが微妙に重なりがあったりするので、はあ、まあそれはそれとして、貸し切りをするならこう万難を排して集客ができる戦略を立てて日付を決めてやっていかないといけませんね。はい、はあ、いや貸し切り運営業めちゃくちゃ楽しかったですよ。で昨日はマチャさんにルービックキューブじゃなくてスピードキューブですね、布教用にこの間どっさり買ってたじゃないですか、いくつ買ったか忘れましたけど8個だっけ、8個買って届いたやつ1個あげましたよ
なんか上げたら、そのあちゃさんの隣にいた人が、あとか言ってガチャガチャって言ってこうシャッフルして、あ混ぜましたねって言って、でなんかあちゃさんがそれを受け取って、こうしてこうしてこうだよねとか言って、なんか一瞬で揃えてて、はあ、やばくねとか言って、しかもなんかあの下の段から揃えていくタイプの、あの一般的な手順じゃなくて、こうかなとか言って、こうかな、あこうだったわみたい、できた、できちゃ、揃っちゃったとかって言ってて、天才かと思った。実は相当できる人の可能性ある。いやーなんかこういうのね得意じゃないんですよとか言って、できちゃったとかって言ってて、そんなことある。混ぜが足りなかったのかな、分かりませんけど、よく見てなかったから分かんないけど、明らかに混ざってるやつをスッと揃えたよなと思って、はあ、まあ楽しんでいただけると嬉しいですね。まあそんな感じですか。次の話題ですが、ここ数日間なんかしきりに三井住友クレジットカードのなんかプラチナプリファードカードの話ばっかりしてると思うんですけど、ようやくなんかあのいわゆるサブスク系の切り替えが全部終わったかな。昨日なんかエラーで進まなかったって言ってた桜インターネットとコミックデイズは、昨日の深夜に改めて作業したら通りましたね。なんか 3D セキュアっていう、一回そのクレジットカード番号を入力すると三井住友カードのサイトにリダイレクトされて、そこで三井住友カードのなんかパスワードを入れると、もう一回元のサイトにリダイレクトされ返してきて OK になるみたいな仕組み、それがなんかうまく動いてなかったっぽい、どうやら。なんかそういうの結構可用性を大事にしてほしいんですけど、大丈夫そう。いざって時に払えないと結構困るんだが、はあ、クレジットカードね、結構なんて言うんですか、気まぐれでこうブロックしたり、その決済をブロックしたり、気まぐれでカードの利用を停止したりとか、いまいち信用ならない部分があるから、そういう意味でクレジットカードをいくらポイントが有利だからといって1本に絞って1枚しか持ってないんですよっていう状態にするのは怖いんですよね。だそうなるとビザとマスターと JCB1 枚ずつぐらい持っておくとなんか安心できるのかな、わかりませんけど。基本的にはメインカードあって、やっぱりサブのバックアップカードっていうのを用意したくなりましたね。まあ今持ってるやつのいくつかをそうすればいいんでしょうけど、ヨドバシカードはなんかギリ、ヨドバシへのギリで戻、なんか残しておこうと思ってるんで、ヨドバシとプラチナプリファードと、あと1枚なんか適当にマスターカード、あとなんだっけマスター、アマゾンか、アマゾンがマスターか、じゃあアマゾンマスターカード残して、 LINE カードは消すか。そんな感じにしよっかな。はい、でなんかそのプラチナプリファードカードなんか勢いで申し込んじゃって、で申し込んでやんちゃクラブで申し込んだぜとかって言ってましたけど、なんか完全に失敗したなと思ってて、なんか友達紹介キャンペーンみたいなやつがどうやらやってるらしくて、すでにプラチナプリファードを持ってる人がなんか招待 URL みたいなやつを発行して、それを友達にあげて、その友達がその URL を経由してカードに申し込んで、あとなんだっけ、SBI 証券の口座開設までやったりすると、なんかお互いに1万ポイントずつもらえるっていうやつらしくて、なんかわし、じゃあ最初申し込むとき誰か持ってる人に招待コードお願いすればよかったじゃんと思って、すごい今悔やんでる。なんでそれを知ったかっていうと、なんか今日なんかツイッター現 X のダイレクトメッセージが届いて、プラチナプリファードの招待 URL ないって言われて、発行できるって言われて発行したんですよ。発行して招待 URL を上げたので、
もしその人が本当にその URL を使って申し込んだら、わし1万ポイントもらえるんですけど、でお互いにもらえるんですけど、知らなかったわと思ってなので今これを見ている人でプラチナプリファード気になっている人がいたら、招待コードをわしに請求してくださいお互いに1万ポイントもらいましょう。はあ、めちゃくちゃ得じゃんと思って。はあプラチナプリファードの話は多分今日で終わりかな、わかんない。あ、でもあれか、3ヶ月で40万決済いけたかどうかの報告とかは今後あるかもしれませんね。やれやれまあいけるでしょう多分。2月29日まででしょ、普通に生活費の決済だけでいくって。へー、なんか 1,2 週間前に届いた本あって、ちょっと紹介しますか。このなんかちょっと話題になったから知ってる人もいるかもしれませんが、これオタク用語辞典大限界なんか名前がいいよなと思って。あの大辞典とかあるじゃないですか、普通の国語辞典。それを多分あれなんでしょうね、オマージュしている感じなんですかねまあね、オタク用語をなんかことさら強調してこられるとへきへきとするっていうそういう構造はあると思うんですけど、まあ、それの最たるものですよね、この辞典とかねこの辞典を見ながらキャッキャってするのは何かを刺激するんだと思うんですよ。オタクの何かを刺激して何か不快な回路になんか電気が走るわかんないですけど、共感性周知的な感じのものが発生するんじゃないかなと思うんですけど、それを今からやろうと思います、はあ、でもこれ、そのこの本が出るぞって言われた時は結構なんかこんな本を出しよってみたいなあったけど、いざ出てみて中身を読んでみると悪くなくないみたいな話にはなってると思うんですよね。わしもこれざっと見ましたけど結構いいと思うなで、なんかそのまあ紙面に限りもあるので、そんなに広くカバーしているわけではないっていうかとりあえず目次をざっと見ますか。共通用語の部分が20ページぐらいあると。20ページしかないのか全部で300ページぐらいあるけど、300分の20がその共通的なオタク用語、はい、でその次が3次元共通用語。3次元はあれですかね、こう3次元パートですね。日本の男性アイドル界隈、日本の男性アイドル界隈このね、2023年12月5日発行の本ならではの書き方だなって思うよねその すごいタイムリー、この見出しだけで面白いな、はあ、日本の男性アイドル界隈用語っていう、そういうジェネリックな言い方になるわけですね、はあ、あと K-POP 界隈、あと 2.5 次元界隈。 2.5 次元はあれですかね、確かその声優のミュージカルとかそういうやつはい、こんな感じですか。で次2次元2次元編、2次元共通用語、そしてゲーム共通用語、何これ、アークナイツ界隈用語アークナイツって何まずアークナイツを知らないんだがわし、オタク失格か。しかもアークナイツのページ数多いぞ2019年5月1日に中国でリリースされた、へえ、スマートフォン向けゲームアプリ、まだ4年ぐらいですか。へえ、ヨースター運営のもとリリースされた、ジャンルはタワーディフェンス、へえ、
にゃんこ大戦争のライバルじゃん。富士の感染症、差別、争い、未知の敵、研究者であり指揮官でもあるあなたは、それらの事象や様々な脅威に日々翻弄される人々とどのように向き合っていくのだろうか。ちゃんとこの章の表紙のところに説明が書いてあって親切で、第9章がスプラトゥーン界隈で、10章がファイアーエンブレム。ファイアーエンブレムって読んでいいんですよね。書くときはエンブレムだけど。でプロセカ界隈で、ポケモン界隈で、原神界隈ってことですね。はい、あとは BL 界隈ですか。はいはい、なるほどね。結構偏ってませんか。だってアークナイツがヨースターでしょ、で原神もあるんでしょ。原神もヨースターじゃん。だってヨースターの回し物か。まあいっか。はい、そういうことなんだね。多分なんかそのゲームは語録が多いんでしょうね。うん、へえ。とりあえず共通用語のとこだけでも見とくか。でもオタクの定義がなんか、推しのために自身が持つありとあらゆるものを投げ打つことができるもの、推しの話題になると突然早口クソデカボイスになることでも知られる、あの送り仮名の、送り仮名じゃないか、なんこのおお送り、何のおっていうんだっけ、このおあのおじゃない方のおとも表記される。はい、へえ。アクスタアクリルスタンドの略。なるほどね。アニオタ、アニメオタクの略。イタバ、オタクであることを隠すことなく推しの缶バッジなどを大量につけたバッグ。はいはい、あるね。昨日もなんか帰り道オタバを背負ったオタクを見ましたよ、秋葉原で。いにしえのほにゃららいにしえのオタクとか。はい、インターネットやめろ。はいはい、インターネットやめろはね、まあはい、インターネット老人昔のインターネットを懐かしむ人、1990年代から2000年代前半のインターネットに触れ楽しんでいたそう。総称としてインターネット老人会とも言う。これね、やんちゃクラブ忘年会はまあまあまあこれでしたね。話題が1990年代から2000年代初頭のインターネットの話を結構してましたね。はあ、産んだ記憶ある。ほう、なるほどこの推しは自分が産んだに違いない、そうでなければこの尊さは説明できない的なそれほどと尊さが溢れ出てきてしまっている様子っぽい。うーん、見たことないけどね、産んだ記憶あるとか言ってる人。でもそうなんだ。エアプレイの略。はいはい、やってないのにやったかのように言うっていうねでもエアプでいいと思いますよ。わしの子供の頃、自宅にゲーム機がなくて、でもそのゲームの話題とかについていくために古本屋でゲームの攻略本を立ち読みしてましたよ、わしはエアプでしたけど、攻略ポイントはすごい把握してたよ。このアイテムがあればこのボス倒しやすいとかプレイしたこともないのに、はあ、だからこの大限界じゃないですけど、あの大義林とかすごい読んでましたよ。大義林っていうなんか裏技辞典みたいなやつが昔あって、このゲームソフトでこの手順で操作するとこういう特殊なことが起きるっていうバグ技とか、まあバグ技ですよね、ほとんどね。バグ技を紹介した辞典があって、もう1000ページぐらいあるんですよ。それを古本屋で買ってきて端から端まで読んでた。だから特定のゲームタイトルを聞いた時に
そのゲームの内容はわからないんだけど、こういうバグ技あるゲームだよねっていう風にわかるっていう。でもそれもエアプなんですよね、全部ね。だからエアプは別にね、いいと思いますよ。エアプレイもプレイの中の一つですよ。知ったかぶりみたいな、こうネガティブな、なんていうんですかね、捉え方だけは、まあ、それ、そういう側面もありますけど、はい。何何、あとは、ATM とか。はあ、なるほどね。へえ、推し。はいはい、推しね。わしは推しは、なんかよくわからない。推すの、推し、なるほどね。要するに、ファンですってことじゃないんですか。わかりませんけど。まあ多分ファンですっていう言葉では収まらない何かがあるから、新しく推しっていう言葉にしてるんですけどね、きっとね。はいはい、まあよく言いますよね、もちろん意味は分かってますよ。オタクくんさオタクくんさでワニマって書いてあるのすごい面白いな。ワニマっていうあの音楽グループがいて、その人たちのインタビューの写真かなんかを勝手に流用して、しかもそこに勝手に言ってもいないセリフをつけて、オタクくんさーみたいなテンプレがあるんですけど、それね。はいはい、あと何かな。うーん開封の儀あ、開封の儀って東大寺正倉院の宝庫の扉の封印を解く年に一度の儀式から来てるんだ知らなかったそっか、まあやんちゃクラブでも開封の儀は結構やりますけどね、あの新しいガジェットが届いた時とかに。それ東大寺正倉院の宝庫の扉の封印を解くやつから来てる。へえ。なんかこういうちゃんとなんて言うんですかね、元ネタを書いといてくれると価値が高まりますね、この大限界のいや結構ちゃんとした辞典になってる気がする、ここまで読んだだけでも。うん界隈、そのあたりの地域、近所、特定のジャンルや分野。界隈は別にね、昔から界隈って言いますよね。別にオタクに限らず昔からね、なんだろう、ハム無線界隈とか言うんじゃないんですか。わかりませんけど。ふんふん。ああ、カタンね。何々しかカタン。はいはい。何々しかカタンの形式で用いられ、〇〇が無条件で最高であることを表す。はいはいはい。にゃんこ大戦争しか勝たん的な。はいはい。そういうことですよね。いや、いいですね。ガチ恋。はいはい。ガチ恋ね。まあ、特にのめり込んでいるという意味ですよね、きっとね。まあ、それは、なんか突き放したような身も蓋もない言い方な気がする。多くの時間や資金を費やして、その対象との関わりを極めようとしているファンやプレイヤー。はいはいはい。いいですね。なんか、いい語り口ですよね、この書き方がね。つっけんどんな言い方をしないっていう。はい。ちょっと待って、なんだこれ。擬獣化。本来獣ではない人や物を獣の姿に変化させること。擬人化の対義語的な感じですかね。だから猫をなんか人の姿にする擬人化っていうのはあるじゃないですか。それの逆みたいな、猫化させるみたいな。まあ猫耳とか尻尾を生やしたりするっていうぐらいのものから、もうちょっとケモケモしくしたりするところまで段階はあるんでしょうけど、それを擬獣化っていう名前でまとめてあるということですね。へえ。あと何かな。今日も一日頑張るぞい。今日も一日なんとかかんとかみたいなのは確かにね、ミームとしてありますよね。はいはい。
今日は一日頑張る、今日も一日頑張るぞって言ってる人も見なくなったな、確かにな。はあ。今日も一日までしか言わないのが生きとされているっぽい風潮を感じる最近は。そしてなんか画像を貼るっていう。今日も一日って書いてラーメンを貼っておくっていうような感じですかね、使い方としては。はあ、やばい、これなんか無限に読めるわ。今日の大限界コーナーやりたいわこれ。はあ、結構勉強になるな。コポーコポー懐かしいな、コポー。なんか拙者はオタクではござらんのでコポー的な、これはちょっともはやあれじゃないですか、老人会じゃないですか、コポーは。はあ、なるほどね。へえ、面白い。祭壇、はいはいはい、神仏や霊に供物を捧げて祭礼拝を営むための台。うん、まあ、棚などに推しのグッズなどをこう祭り、推しを身近に感じようとするための場ありますよ。うちにも祭壇が、うちの玄関の横の靴箱の上が今祭壇化してますよ。なんかライトアップされてる、しかもアクスタとかが飾ってある。何のキャラかは知らないっていうか、文豪ストレイドッグスとか。はあ、いやー面白いな。なんかこれ読んでると結構豊かな気持ちになってくるな。何これ。いや、これ知ってるやつが出てきても面白いし、知らないやつが出てきても面白いな。シャンクスありがとうございました、どういうこと。こんなのミームになってんのか、本当に。目覚ましテレビの目覚ましじゃんけんに登場したシャンクスの発言、俺はパーを出したぞに対する女性アナウンサーの返答がネットミーム化したもの。あ、そういえばさっきあったわ、俺はパーを出したぞ。俺はパーを出したぞ、もうちゃんと項目になってる。はあ、ああそれが転じて俺は何々を出したぞって言葉を変えて何かを出した時に使用されるらしい。なるほどね。アナウンサーがシャンクスありがとうございました。確かになんかシュールですよね。へえ、ちょっとこれ後でどっかで映像を探したいな。全然把握してなかったな、わしはインターネットをやってなかったのか。はあ、やばい、これちょっと無限に見ていられるけどやめ時がわからん。まだオタク共通の部分を半分読んだぐらいなのにめちゃくちゃ面白いな。はあ、いいですね、助かる、はいはいはい、危険な状態を免れる、まあ、これが辞書的な意味ですよね。で、なんか推しから供給をいただいたことに対して返す感謝の言葉、まあそういうことですね。にゃんこ大戦争のアップデートが来て助かるとかってことですよね。何でもにゃんこ大戦争にしてしまうか。いや、まあ今だとモンスターハンターナウの大型アップデートですか、はい、助かる。ライトボウガンのナーフは助からない。わしのメイン武器が弱体化されるアップデートが来るらしいんだが、はあ、やばいやばい、終わり終わり、ピアノの送迎行かなきゃいけないんだ今日。いやー、今日はずっとオタク大辞典の大限界を読んで聞かせる回になっちゃいましたね。いや、結構面白いですよこれ、意外と面白いからおすすめかもしれませんねこれは。はい、これでもなんか一人で黙々と読むよりなんかみんなでバーって開いてなんかなんだっけ、この項目知ってるとかって言って盛り上がる方が面白いかも。もしくはあのオタク用語辞典大限界を使ったタホイヤ。やばい、タホイヤの説明をしなきゃいけなくなる。
タホイヤって皆さん知ってます？そのタホイヤね、ちょっと待って、タホイヤ、あれタホイヤだよね。タホイヤっていうすごい雅な遊びがあるんですけど、それをちょっと紹介したくなりましたね。ウィキペディアに項目がありますね。はいはい、プレイ人数は4人から7人。はい。タホイヤとは、辞書から選んだ単語について、辞書にある本来の説明文と、参加者がでっち上げた偽の説明文を混ぜ、そこから辞書にある説明文を当てるゲーム。何言ってるか分かります？なんか、例えば4人でやるとするじゃないですか。で、4人で、内容としては親を決めます。順番でもくじ引きでもよくて、1人、4人中1人が親になりますと。で、親を順番に、こう、持ち回りでやっていくっていうことなんですけど、親は辞書の中から、誰も知らなそうな単語を探してきて、それをひらがなで書いて、他の人に提示しますと。そしたら、見出しになっているものだったら、そしたら、その後、もし、その単語を知ってる人がいたら、あ、もうその単語知ってますって言って、別の単語を選ぶっていう風にするんですけど、つまり全員が知らない単語をまず、ランダムサンプリングすると。例えば、リザイア地雷とか。リザイア地雷とかわかんないじゃないですか、普通。いや、知らんけど、ファイアーエンブレムに詳しい人だったらわかるかもしれませんけど。で、例えばリザイア地雷って言ったら、その他の人たちはみんなでそのリザイア地雷の説明文を書くわけですね。で、全員の回答が集まったら、親は辞書の定義も含めて回答を読み上げると。例えば、魔法リザイアを装備した魔導士を敵陣に突っ込ませ反撃で敵を倒すことっていう説明文が、まあ、本来の説明文なんですけど、で他の人たちはなんかリザイアの実を食べたゴブリンを埋めておくみたいないや、わかんないけどなんかそういう適当なことを書いて提出するわけですね。そしたらその後、その子は親が読み上げた全ての回答のうち正しいと思うものにチップをかけてって、まあ、もちろん自分が書いたやつは嘘だって分かってるじゃないですか。だから自分が書いたやつ以外の中でこれだろうな多分っていうやつに投票していくと。で、最後親は正解を発表して清算するということですね。正解者はかけた枚数と同じ数のチップをまず親から受け取って、で不正解の人はかけたチップを正解した人、あ、違う、回答した人か、回答を書いた人に払うんだ。あ、そっか、その嘘回答を釣られた人に払うのか。はいはいはい、嘘回答を釣ったら報酬がもらえるってことか。はいはい、そうですね。で、さらに親に1枚チップを払うということらしい。だから最初に親がどのワードでこのゲームを始めるかっていうやつで、まず報酬が入るかどうかが決まる。間違える人が続出すれば親はもらえるチップが増えるし、あと嘘回答、いかにそれっぽい嘘回答を書くか、そして釣れた人が出たらチップがもらえるっていう、そういうゲームですね。そういうゲームがあって結構面白いっていうか、タホイヤ。でも私このチップをやり取りする正式なルールはやってないな。とにかく当たったら嬉しいみたいな、みんなで嘘回答を書いて、これ絶対これでしょみたいなことを言って盛り上がるだけなんですけど、それでも結構面白いから、なんかオタク用語辞典大限界を使ったタホイヤっていうのは多分面白いじゃない。だから下手にわしがこのままこの大限界を熟読する前にタホイヤ界を催した方がいいような気がしてきた。ポケモン用語とかはね、分かっちゃうよね。でもね、ポケモン用語、ドロポン、ハイドロポンプの略。そうなんだ。
やばいやばい、どんどんこうやって説明すればするほど使える単語が減ってっちゃうな。この大限界が新鮮なうちにタホイヤをやるべきな気がしてきた。ちょっと年内にタホイヤ会できるかな、わかんないけど、別にこれリモートでもできるような気がするしな。場所を借りなくてもできるかも。はあ、まあいっか。でもこの物がないとできないから、リモートでやるならこれをみんな手元に持ってなきゃいけないし、持ってるとこうね、カンニングしちゃうかもしれないしね。なんかちょっと考えよう。はい、じゃあ終わりです。やばいやばい、あと3分で家を出なきゃいけないんだった。ピアノ教室で編集しなきゃいけない、やば。やれやれ、今日もちょっと話しすぎましたか。まあいっか、土曜日だし。バイバイ。